EL スキップ。タイちゃん家まで渡るくんが迎えに来て車に乗せられたけど、おめでとう、素直になれ。いや、めちゃくちゃ空気重いし、もうずっと無言だよ。怖い。ちゃんと付き合ってるかもわからないままだったし、渡るくんの顔見れない。葵くん、ごめん、うまく言えるかわからないけど聞いてほしい。俺が葵くんを好きなのはすごく特別な意味だよ。今担当してるリクくんも、シンさんやタイガさんもみんないい人だけど、葵くんには特別優しくしたいって思う。笑っててほしい。避けられてるのは気づいてた。君に避けられると辛い。それでも一番嫌なのは葵くんが笑ってないことだよ。迷いのない目。渡るくんはいつもまっすぐで、眩しくて、眩しすぎて胸が痛い。だから思ってることがあるなら教えてほしい。そういうとこだよ。え？渡るくんって本当にいい人だよね。俺は嘘つきだから、渡るくんと一緒にいるとしんどいの。っていうか、どこ行くの？渡るくん家の方でもないよね。ああ、ちょうど着いたよ。ここ。俺の実家。実家？は？な、ど？今日は急だし、寄らないけど。寄らないのか。よかった。それから、ここ曲がってすぐが中学校。高校もすぐ近く。ん？友達からは、エロマスターって呼ばれてた。エロ？経験豊富なんだろって期待されて、相談とかされて、俺もネットで調べて知ったかぶってた。だから俺も嘘つきだったよ。カッコつけて嘘ばっかりついてたんだ。渡るくん、俺を励まそうとしてくれてる。童貞の嘘とビッチの嘘つきは同じじゃないでしょ。いくらでも本当にできたんじゃないの？渡るくん、モテたでしょ？なんでそれ嘘のままだったの？ああ、遊んでるって警戒されてたのもあるし、俺に好きな人ができなかったんだ、葵くんに会うまで。葵くんと会ってからの今が一番幸せなんだよ。初めて会った時泊まったホテルだ。俺、葵くんと会ってからは嘘ついてないよ。葵くんもそれじゃダメ。過去にしたことは取り消せない。でも俺も渡るくんとなら変われる。変わってもいいの？ダメでしょ。俺のどこがいいの？渡るくん、出会った時から好きだって言ってくれたよね。出会った時の俺なんて、いい子のふりして、ホテル誘って、渡るくんのことやり捨てようと思ってただけだよ。好きになる要素、どこもないじゃん。顔以外。それは…なんで照れる？あの日、一番覚えてるのが、葵くんの寝顔がすごく可愛いなって…寝顔…天使みたいだなとか…渡るくん、想像以上に思考がピュア。ワンチャン食えるとか思ってた俺、完全に負け戦だったんだな。葵くんのことをもっと知りたいって思ったし、一緒に仕事するようになったら、目標を持って仕事を頑張るいい子だなって思ったよ。どんどん本当に好きになった。そういえば俺だって
同じことを思ってた。ホタルくんの寝顔すごくかっこいいなって、絶対また会いたいなって。マネージャーになった時は嬉しかった。でも俺は好きになるほどどんどん怖くなって、ワタルくんは俺なんかが利用していい人じゃない。ワタルくんの気持ちは分かった。ありがとう。じゃあ改めて、俺まだ自分から言ってないよね。葵くん好きです。キスしていいですか？ほら俺すごいわがまま、嬉しいなんて自分のことばっかり。ハタルくんは俺となんかいたらいけないのに。最後の思い出に一回くらいいいよ。ありがとう。あら、なんで俺とキスするってだけでなんでそんな顔で笑えるの？幸せだな。もしかしてあれでも渡くんを笑顔にできるの？葵くん、ワタルくんと一緒にいてもいいのかな？好きな人が笑ってくれるのがこんなに嬉しいなんて知らなかった。葵くんはいい子だね。どこがだよ。全部だよ。ああ、泣きすぎて目腫れてる。今日仕事オフでよかった。すごいブサイクになってる。そんなことない。大丈夫。今日もめちゃくちゃ可愛いよ。わたるくんは仕事だよね。次はいつ会えるかな。はあ、どっちの家も貼られてるかもだし。それなんだけど、俺は引っ越そうかなって。ああいいね、引っ越しか。だから一緒に住もうよ。急展開すぎない？あ、やば、しんくん大ニュース。ん、いいニュースだよ。一緒に住むから相談乗って。BL スキップ。近藤陸のマネージャーで神谷と申します。よろしくお願いします。ああ、君が例のよく記事になってるよね。見るよ。お恥ずかしいです。イケメンすぎる芸能マネージャー、いやー本当にかっこいいね。あの、本当に自分ではタレントやらないんですか？そうですね、僕は。もったいない。なんてお前が話題になってんだよ。葵とのことせっかく週刊誌に売ったっていうのに、いつの間にか事務所の話題作りってことで落ち着いてるし、クソが。パパの会社を辞めさせたのに、まさかマネージャーになるなんて。ちょっと顔がいいからっていい気になってんじゃねえぞ。りっくん、 SNS のフォロワーすごいんだって？元気が出るハグ流行ってるよね。ありがとうございます。今日はもう誰かと撮ったの？おい君、それ俺とも撮って。うわ出たよ、わがままバカ社長。りくくん、あー、やった、ありがとうございます。社長さんと撮れるなんて嬉しいな。おおおお、
S&A フーズってサッカーチームのスポンサーしてますよね。課長さんもサッカー好きですか？まあ。今度一緒にフットサルしません？距離近。葵くん、お引っ越し&渡るくんと同棲おめでとう。ありがとう。今日から新居なんだっけ？うん、さっき自分家引き払ってきた。いいとこ見つかってよかったな。渡るくんのつてでいい不動産屋紹介してもらったから。この間の報告からあっという間だね。渡るくんと両思いになれたんだ。ようやくだな。どうだった？行ったんだろ、ホテル。どうって、昨日は話しただけ。え、泊まったんだよな。押し倒さなかったのか。もう、わたるくんピュア。あれからも進展はないわけ？うん、忙しかったから。でもついに一緒に住むんだし、じゃあ今日。柄にもなく緊張してきた。こっちが照れるよ。あ、渡るくん。噂をすればだ。ああ、こんにちは。葵くん、遅くなってごめん。迎えに来たよ。帰ろう。かっこよすぎる。かっこよすぎる。かっこよすぎる。うん？葵くん、どうしたの？渡るくん、やっぱり、めちゃくちゃイケメン。別に、メガネ新鮮だなと思って。メガネやば。変かな？うん。かっこいいよ。本当に最初は、誰でもよかった、はずだった。でも、渡るくんみたいに、真剣に向き合ってくれて、怒ってくれる、こんな人、他にいなかった。渡るくんはいつもかっこいいよ。本当？もう、渡るくんじゃないと、ダメだよ。葵くん、ありがとう。俺、ずっと、誰かを好きになりたくて、恋人がいる人たちに憧れてた。でも、好きな人って作ろうとしても作れないし、周りが思う俺と本当の俺がどんどんずれて、どうしていいかわからなかったけど、葵くんと会った時、絶対また会いたいって思った。そんな気持ち初めてだった。葵くん、俺と会ってくれて、俺と一緒にいてくれてありがとう。葵くんは俺の初恋だよ。俺がこんなこと言うのはおかしいかもしれないけど、俺もこんなに好きになったの、渡るくんが初めてだよ。本音だけど、やってきたこと考えるとすごい矛盾してる。そんなわけねえだろって思われるかな。やっぱり初恋の人とこうして一緒にいられるなんて幸せだな。渡るくん、俺といて幸せだって言ってくれる人、そんなこと言われるの初めてだよ。メガネ、かっこいいけど、キスするには邪魔かも。そっか。笑いながらキスするのも初めて。渡るくんと会ってから初めてのことばっかり。俺の初恋もきっと渡るくんだよ。
めちゃくちゃドキドキする。渡るくん、そのベッド行こうよ。え？そのほら、今日はするよね。え？それもしかして？ん？しないとか言わないよね。なんていうか、それはまだその、ちょ、そんなクソエロい顔でキスしといて。本気？ごめん、エロい顔？どうせ初日だよ。今日やんなくていつやんの？だって俺たちまだ付き合って1ヶ月ちょっとしか経ってないんだよ。日本語なのに意味わかんないんだけど。まだその今しかできないことがあると思うし。例えば？俺は順を追って丁寧にお付き合いしたいっていうか。わたるくん、俺たちもう大人なんだよ。だから、交換日記からお願いします。は、交換日記？何それ、知らないんだけど。あと次のオフは映画館行こう。水族館でもいいよ。うん、水族館は行きたい。お、カフェでケーキも食べる。うん、食べよう。葵くんは他に行きたいとこない？わたるくんなら信じられる。はあ、猫。え？猫カフェ。わたるくん、猫好きって言ってたでしょ。猫カフェいいね、行こう。わたるくんが俺の初恋で、そしてきっと最後の人になってくれる。BL スキップ。みんなは俺を綺麗だねって言ってくれたけど、でも本当の俺は綺麗じゃない。いろんな男と寝て楽しいふりをして、俺は自分が嫌いだった。愛されない自分が愛せなかった。わたるくんと出会って、わたるくんに恋をして、俺はやっと自分のことも好きになれる気がしてきたんだ。あれ、わたるくん？あ、葵くん、起きちゃった？何？ついに寝込み襲ってくれるの？そんな幸せな毎日、これを除いては。違うよ、ソファーで寝たりしたら風邪ひくよって言いたくて。ほら、手も冷えてるし。わかった、ベッド行こう。そんで、わたるくんが温めてよ。え？ねえ、いい加減いいでしょ？いや？いやとかじゃ、その、準備がまだ、あ、準備？なんでもない、忘れて。準備って何？っていうか、準備するのはこっちだろ？葵くん、おはよう。何してんの？神谷との交換日記だと。交換日記？何それ？タイちゃんも知らないよね。なんか昔女子がやってたのは見たことあるけど、よっぽど仲いいか付き合ってるかの奴らがやるらしい。じゃあ僕もシンくんとやりたい。へえ。俺は一人でこんなの書いてるより、タイガのこと見てる方が楽しいけどな。シンくん、いいね、二人は。わたるくん、少なくともしばらくはやるつもりないみたいで、中大向けのマニュアル雑誌で知識止まってんの。真面目さんで可愛いじゃん。人事だと思って。
ガキのマニュアル通りね。夏祭りとかクリスマスとか一通りイベントごと終えるのが先とか思ってるかもな。1年かかるってこと？やめてよ。葵くん、夏祭り行かない？ちょっと早いけど七夕祭りがあって、この日ってオフだよね。行こう、絶対行こう。今すぐ行きたい、楽しみだな。今すぐはないかな。あとクリスマスも早くやりたい。え？わたるくん、浴衣着てくれる？あ、いいよ、買おう。今探そう。ちゃんとしたデート、嬉しいのに。他の男としたことを、わたるくんとまだしてないのが、怖い。他に食べたいものある？日が落ちると涼しいよね。わたるくん、やっぱりめちゃくちゃタイプ。わたるくん、今日もクソかっこいいね。え、ありがとう。葵くんこそかわいいよ。葵くん、誕生日おめでとう。わたるくん、覚えててくれたんだ。覚えてるよ。嬉しいのに。わたるくんは俺のことこんなに大事にしてくれるのに、体がつながらないと不安だなんて。わたるくんと付き合ったって、俺は何も変われてないのかな。わたるくん、俺。ねえ、あれ葵じゃない？嘘、どこ？ほら、顔よく見えないけど隣の人、あのイケメンマネっぽくない？ほんと？え、葵、どこどこ？葵くん、こっち。バレちゃったね。わたるくん、すっかり有名人だよね。ほんとだよね。わたるくん、イケメンって言われてた。マネージャーなのに、イケメンすぎるから。葵くん、これ、誕生日のプレゼント、です。仕事考えたら使えないと思うんだけど、持っててくれるだけでいいから。わたるくん、嘘。綺麗。夜景の見えるレストランとかなら予想したかもだけど、まさか今日こんな不意打ち。なんて、事務所のプロフィールにも指輪のサイズなんか。あ、それはその寝てる間に測らせてもらいました。何回か失敗したよ。葵くん起きちゃって。準備がまだ。なるほど。ありがとう。いえ。じゃあそろそろ帰ろうか。え、もう？ほら、葵がいるってバレちゃってたし。そうだね。また今日が終わっちゃう。一緒に帰るのに、明日も会えるのに、毎日終わるのがもったいない。ただい。え？わたるくん？ごめんね。せっかく出かけたのに、早く帰ってきてごめん。え？だってそれは。今日はもう少しだけ俺に時間ください。それって俺先に風呂入っていい？
やばい。完全に油断してた。まだずっと先だろうって。何さっきの顔。エロかった。ダメ。いざとなると全然心の準備できてない。何をどうしたらいいんだっけ。お待たせ。どうしよう。渡るくん、童貞なんだし、俺がリードしなきゃ。なのに。あ。何？指は、今は、してほしいな。いい。え、あ、うん。渡るくん、本当にいいの？俺と、その、したいの？俺がしつこいから無理してるとかじゃ。当たり前だよ。好きなんだから。俺は初めてだけど、葵くんはそうじゃないから。だから他の人がしてないことをしたかったんだ。俺のわがままで。まだすてごめんね。俺も渡くんとしたかった。だって好きだから。それは当たり前でいいんだ。渡るくんが俺を可愛いって言うたび、本当に可愛い人になれる気がしてくる。渡るくんが俺に好きって言ってくれるから、俺も俺を好きになれる気がする。守ってもらうのも、真剣に怒ってくれるのも、慰めてくれるあったかさも、指輪も、こんな幸せな気持ちも全部初めて。だからきっと渡るくんが俺の初恋。渡るくんに会った日、最高の日になりそうって思ってた。でも好きな人と一緒にいると毎日がずっと最高の日。渡るくん、ありがとう。ん？こちらこそ。何のことか分かってる？それにしても気持ちよすぎたんだけど。渡るくんのポテンシャルすごい。俺毎日葵くんにありがとうって思ってるからね。おしまい。BL スキップ。BL スキップは胸キュンだけを集めたオリジナルボーイズラブレーベルです。こちらの作品はブックライブ様とのコラボ作品で、電子コミックにしか収録されていないシーンもございますので、ぜひコミックの方も合わせてお楽しみください。連載は区切りとなりますが、皆様の応援が続編につながります。これからも胸キュン BL 動画を配信していけるよう、チャンネル登録やコメントでの応援をお願いいたします。